香港の独立派の象徴となっている、香港バタという旗。デモ隊が中国中香港連絡弁公室の前で、香港バタを掲げた。2011年の71代有名で掲げられた、流式香港建国と落書きされた壁香港独立運動は、香港に香港人が主権を有する独立国家を建設することを目指した政治運略称は、港独。 香港主権以上以降、多くの香港人は中国共産党による影響下にある特別行政区において、法治、自由、民主主義、経済の面で懸念を表明しており、一部はシンガポールのような独立した都市国家になることを求めている。香港大学の調査によると、香港独立に賛成する、 香港人は2005年時点で22%だったのが2007年時点で25%に上昇している。反面、香港独立に反対する香港人は64.7%に上る。一国二制度の50年間の保障が執行する2047年の時点で中国共産党による中華人民共和国の一党独裁が続いていた場合は独立を支持する。 香港人は33%に上る。なお、完全な独立を求めるという点において、香港自治運動とは異なる。ノーベル平和賞受賞者の劉明派は、次著、統一修税圧役、劉暁派論、台湾、香港及びチベットにおいて、第一党と中国民主化は両立できず、チベット、台湾、香港は、独立させるべきだと主張した。 中国民主化活動家の中で分裂を認める言論を諸夏主義という。2016年、香港の本土派の中でも明確に独立を主張する香港独立党が誕生したが、2018年9月23日に香港政府から活動禁止を命じられた。政治団体への禁止命令は、1997年の香港主権以上後では初めてとされる。 劉中隆氏は中国社会が崩壊しないと中国共産党は崩壊しないので中国社会全体が崩壊して初めて香港は自由になれる。関東省が独立しないと香港は安全ではないと述べている。ありがとうございます。